シッス誰も知らない囚人イカレタコスケでござる。待ちに待ったアップデートがよりによって拙者が出かけている瞬間に来るというね。今日久々の遠出だったのにここを狙い撃ってくるか、まあ来る来るとは思ってたんだけどね、まさかドンかぶりとはということで、さあやってまいりました。みんなもう私も待望していた最新アップデートでございます。もう先に移動中にねチラチラ見ているんで、大量に修正が入っているのはもう完璧に把握しているというわけで、今回めっちゃ多いんでかいつまんでいこう。さあ、対人専用のバランス調整、それから通常のバランス調整、仕様の改善、不具合の修正。もうね帰ってきて疲れてるからまったり行くぞ、まったりつまんでいくぞ。対人専用のバランス調整、以下の武器種別において他プレイヤーに対する通常攻撃のひるませやすさを情報修正、携帯剣、逆手剣、格闘、重装ということでね、この辺の、もうこれ対人戦をそんな細かくやってないから分かんないけど、全武器種のひるませやすさを情報修正するような状態だったの？あんまなんかそういう意見を見た記憶がなかったけどね。で、以下の武器種別において他プレイヤーに対する二等攻撃のひるませやすさを情報修正、直剣、四剣、極剣、刀、槍、鞭、腰、爪。これはもうあれかい？環境そのものが結構ひっくり返る状況なのでは。ひるませやすさって簡単に言うけども、もうある程度の攻撃でひるむかひるまないかしかないからね。単純にこのひるませやすさの情報修正っていうのは多分割とルールをブレイクしちゃうんじゃないかね。そしてここ武器、夜の爪の投擲する攻撃において他プレイヤーに対するひるませやすさを情報修正と。夜の爪の投擲ってさあ、でも投擲か、戦技じゃないんだね。じゃあいいか。で、これタリスマン、ルツボ、薄羽のタリスマン、すべてのルツボのタリスマンを装備した際の他プレイヤーの攻撃に対するバックステップの無敵時間を下方修正。やっぱりこれはぶっ壊れだったよ。いや、ぶっ壊れって言うとあれだけど、まあ、強かったよ。だって明らかに短い無敵ローリングって考えたらさ、細かく打っては細かい攻撃避けられちゃうんだもんね。まあでもストーリーの方は修正を受けていないのはね、嬉しい限りですね。で、戦技、申し仕切り、他プレイヤーに対して追加入力時の2連撃が連続してヒットしやすくなるように調整。まあ、この辺はいいでしょう。で、一発目の攻撃により他プレイヤーがひるむ際のダメージモーションを下方修正だって。で、獣の吸収、これ無敵時間を下方修正、視覚の一撃、無敵時間を下方修正。視覚の一撃はまあまあ言われてたね。で、八景も言われてましたね。他プレイヤーの攻撃に対する強靭度を下方修正。で、魔術鬼とミリアムの消失と騎士の雷槍は強化なんですね。威力アップということみたいです。紋章から放たれる雷の槍の他プレイヤーに対する威力を下方修正、それぞれの雷の槍により他プレイヤーがひるむ際のダメージモーションも下方修正なんだ。あ、結構複雑な修正が入っていますね。そして、お待ちかね、ストーリーでのバランス調整。携帯剣の武器種別において、ため攻撃により、他プレイヤー以外の敵がひるむ際のダメージモーションを情報修正というで、とうとう、携帯剣にもひるませがやってまいりましたね。これにより、二刀流持ちの初段ため開始っていうのが、結構強力になってくるんでは？で、特定のエリアで召喚できる NPC ステータス情報修正。これに関しては、後ほど少しお話をするけども、位牌が全強化されています。下の方でね。もう全部読むの大変なんで、簡単に説明しちゃうけどね。でね、ただの強化だけじゃなくて、特性も伸ばされているんで、そういうところをつまんでいこうと思います。で、礼拝の加護が5以上の場合において、うつしみの雫を除く、霊体の攻撃力とダメージのカット率の上昇量を情報修正というわけで。で、うつしみの、うつしみの雫を除く位牌をプラス8以上に強化した際の霊体の HP と攻撃力を情報修正だって。あれ？じゃああれかい、下の方の位牌強化と合わせると2段強化ってことかな。周回でも結構使えちゃうんじゃない。さあ、そして装備、ここから来ましたよ。この辺ですよ。まず以下の武器強化祭の強化したもの、略しすぎだろ。強化祭って強化した際の、攻撃力の強化率を情報修正、連動3段クロスボウ、ラバスの大砲。まあ、強化率を情報修正ってことなんで、基本火力は上がるってことかな。そして、エウポリア。輝きを取り戻している際の性攻撃力を情報修正。輝きを取り戻すまでに必要な攻撃回数を減少。輝きが失われるまでの
時間を延長。エウポリアって知らない人は知らないかもしれないけども、ラスボス手前で手に入る隠し通路の先にあるめっちゃ意味ありげな超特殊な能力を持っている両馬剣ですね。この両馬剣超特殊で、敵を攻撃するとあのエネルギーが溜まっていき、そのエネルギーを使って戦技火力アップを行うというものだったんだけど、まあ、このエネルギーを貯めるまでがあまりにも長すぎた。乗馬中であればめっちゃ早く乗馬中の強ため攻撃でエネルギー貯められたんだけども、地上ではね強ため攻撃4回とか当てないとね、あのフルまで強化されなかった。2段階強化なんだよね。それが使いやすくなったってことで、エウポリアの戦技自体は非常にあのサクサク打てれば強力なものなんで復活したかもね。で、ルモンの大土、武器の投擲に伴う敵を殴打する攻撃において体勢を崩す性能を情報修正。あ、投擲に伴う敵を殴打する攻撃で体勢を崩す性能を情報修正か。なんかあれ、ルモンの大土だけ強くない？そしてゴーレムの拳来ましたね。結構ニッチなとこだから来るかどうかと思ったけど、拳を打ち出す攻撃において手元部分に攻撃判定が追加されたんで、あれですね、嵐の刃同様に殴り部分にもダメージ判定が出てるんで、その威力次第では威力2倍とか、まあ、2.5 倍とかそういう火力になってくるんで、かなり強力になりますね。三段クロスボウは状態異常系のボルト、状態異常蓄積値を下方修正。まあこれはしょうがないから、来たね。夜の盾、物理攻撃に対するガード時カット率を情報修正。夜の盾はあれですね、偏方が使えるやつですね。夜の偏方だっけ、あのガードした瞬間に戦技ボタンを押すと遠距離攻撃の、まあ、ガードカウンターみたいな戦技が打てるってやつだね。めっちゃ強いんだけど盾そのものが弱すぎたというね、そういったものでした。で、黄金獅子盾、ガード強度を情報修正。これどれぐらい上がってるか分かりませんが、あのこれの範囲バッシュ、あの範囲の広いバッシュ攻撃を、方向バッシュっていうのを持ってるんだけど、これ実は結構強力なんでね、このガード強度情報修正は強いのでは。で、正気の角飾り関連が全体的に情報修正で、代わりに病のタリスマンが、これは高まった耐性が対応する状態以上の蓄積量を減少する効果を追加って書いてあるんで、まあ下方修正かなっていう感じですかね。今まではがっつりあの状態異常耐性上がったらそのままだったんだけども、ここから徐々に減少するっていうことがね。さあ、そしてここまではね武器であり、ここからは戦技ですね。で、申し切り、またこちらも変わっております。一発目の攻撃の威力と敵の体勢の崩しやすさを情報修正。できたね、即残。使用時の踏み込みによる移動距離を短縮、攻撃後の硬直の時間を延長ということで、即残自体はスタミナ消費が半端がなかったんで、確かにねストーリーでも相当強力だったんだけども、やっぱりちょっと強すぎたかなっていったところはあったんで、ただあのね、即残自体を使ってる人は知ってると思うけど、状態異常を乗せる性能っていうのは即残非常に強いので、まあ、ちょっといろいろ弱くなってしまっている面も多いかもしれないけど、多分まあ全然使えるんじゃないかな。そして来た大上段、他プレイヤーを除く敵に対する威力を情報修正。これは使ってみないと分かんないね。そしてルツボの初装翼、威力情報修正。お、発動中の旋回性能と発動中に生じる強靭度も情報修正、ありがたいですね。そして高速斬、ラスボスの武器ですね。光の追撃部分の威力を武器の攻撃力と能力補正を参照する仕様に変更。お、今まで参照してなかったんだ。これは強化されたってことでいいのかな。そして音量切り、音量部分の威力を情報修正。ガードしている敵のスタミナに対する威力を情報修正。これ何ですかね、ガードしている敵のスタミナに対する威力情報修正はね。もともと弱すぎたのか強くなったのかよくわかりませんね。そして、強じゃない、拙者が紹介した復讐の刃は強化です。強攻撃からのめった切り中の旋回性能を情報修正。やったね、やったね。で、角おろし、他プレイヤーを除く敵に対する威力を情報修正。まあこの角おろし関連は弱くはなかったけど、まあそうね、 DLC の復讐会とかだったりするとだいぶ厳しかった感はある。そして角おろし嵐、こちらは体験を超広範囲にぶん回すやつですね。これ威力情報修正。確かにね、ちょっと抑え気味ではあった。角おろし嵐、結構イカレポンチの性能になるんじゃない？範囲と威力上がったらね。そして、今日紹介した草刈りですね。攻撃モーションの速度を情報修正。これ草刈り来たぞ。今日も見せたけども、普通にひるみに草で敵にボスに張り付いて、リゲインでガンガン回復するっていう方法が、今でも、普通に使えたんだけど、攻撃モーションが上がるってことはリゲインの効果も上がるんで、単純に強いぞこれは。多分な。
で、ロミナの祓い、プリキュアですね。発動中に生じる強靭度情報修正。まあ、これは分かんないね。撃ち落とされたからダメージが減っていたのか、強靭度が増したことにより、空中フルボッコも、まあ、あり得るからね。まあ、でも、とりあえずは、そうか、こっちの攻撃は止まらないからね、悪くはないか。で、赤熊の狩り、威力を情報修正。発動中に生じる強靭度を情報修正。はい、ゴリ押し戦技の誕生です。赤熊の狩り自体、もともと威力低くなかったんで、これ威力情報修正されていると、おそらくかなりの強化となっていると思われます。はい、音量打ち、状態異常を蓄積する、付帯効果を持つ矢を使用した際の敵に与える状態異常の蓄積量を下方修正。まあしょうがないな。音量打ちはもう追尾性能がイカレポンチでしたから。そして追尾性能もそうだけどもね、連射力もイカレポンチだったんで、状態異常の蓄積量下方修正したぐらいでは、出血が使えなかったら腐敗を打てばいいみたいなところありますよ。さあ、連度の、連射。強化時の武器の攻撃力に合わせて威力を調整と。まあ、どういうこと？強化時の武器の攻撃力に合わせて。ああ、威力調整されてなかったの？どういうこと？わかんないな。さあ、弱き王の狂い火、敵に与える発狂の状態上の蓄積量を下方修正。そんな低かった？そんな低かったかい？そして夜の偏方、先ほどのあの盾ですね。敵の攻撃をガードした直後に発動する際の威力と敵の体勢の崩しやすさを情報修正。これ崩しやすさ次第ではイカレポンチになりますよ。威力もともと弱くないからね。あのカウンター直後だと普通にタコなしでイミコに対して1000とか超えるダメージだったんで、これ一歩間違えてね、フルバフで、フルバフっていうか、あの、タリスまで2000とか行くようになってくると、相当強いっすよ。まあ、夜の盾自体の、あの、ガード精度次第だけどね。疲れて口が回りませんね。魔術の三機剣、威力を情報修正。岩の刃。試し用しない場合の威力を情報修正。岩の刃、細かいな。試し用した場合の一発目の攻撃の威力を情報修正し、二発目、三発目の攻撃の威力を下方修正。ああ、インスタントに使いやすくなったということでしょうか。お、射程と発生速度も上がってますね。使いやすくなりましたね。で、奇跡の爪、威力と敵を追尾する性能を情報修正。スナイピング、祈祷じゃねえ、魔術として紹介してたけど、普通に、スナイピング性能が上がったね。で、奇跡の多層、威力と敵を追尾する性能を情報修正。これ、奇跡の多層自体はもともと相手のダウン取りやすいんで、これは強力ですね。さあ、来たぞ。拒絶の棘。生じたすべての拒絶の棘が敵を追尾するように性能を変更。どういうことや。もともと追尾してなかったっけ？バラバラに追尾するってこと？で、威力、敵に与える出血の状態上の蓄積量、ガードしている敵のスタミナに対する威力、敵の体勢の崩しやすさを下方修正。優しいね。優しい。あ、いや、まあ、わかんないか。蓄積量が思いっきり下がってれば優しくはないか。あ、まあ、もともとが強力だから、そこまで大幅なダウンは食らってないんじゃないかなと、個人的には思いますけど、これは使ってみないとわかりませんな。まあ、この辺はね、弱者生存にもつながっていたんで、ちょっと気になるところですね。そして、霊光輪、威力と霊気の状態異常の蓄積量を情報修正と。霊光輪も弱い弱いって言われてたけど、追尾と、あと飛距離考えるとかなり強力だったんでね、これまた強くなったんじゃないですか。で、デーネーの渦。渦だよな。災いじゃないな。渦だな。威力と霊気の状態異常の蓄積量を情報修正。これはちょっと使い込んでないんで、いまいちわかりませんが、まあ強くなりましたよと。で、祈祷、小黄金樹。小黄金樹来た。HP の回復量、情報修正。もうこれどうなんですかね。実用レベルまで上がってると相当強いですけどね。影の地、放たれた黄金のつぶてが敵を追尾する性能を情報修正。はあ、影の地もっすか。影の地も強いイメージあったけどね。で、スピラ。攻撃の発生速度を情報修正。スピラは若干挙動が怪しかったけど、まあこれで使ってみて、しっかり相手のところに発生する速度が上がっているとすると、その速度次第ではぶっ壊れですよ。ぶっ壊れですよ。どっから飛んできてるかわかんない。足元判定のみで、いきなりダメージが発生する。しかも追っかけてくる。はい、守護霊、弱い弱いと言われておりましたが、音量が敵を追尾する性能を情報修正。まあこれ悪くないんじゃないですか。もともと紹介した時にもね、前に出しておくと出しとくの、祈祷だよって話をしたんで、追尾性能上がってくれるのはいいですね。そして、神獣竜巻が威力情報修正に、ヒット時に敵を打ち上げる効果を追加されたということで、だいぶ雑魚戦においては超強力な祈祷になったんじゃない？
で、放った竜巻が地形に、衝突して消えにくくなるように調整。あのね、上り坂に対してくっそ弱かった。拙者の動画見た人はなんとなくわかると思うけど、あの決して地形に弱かったわけじゃなく、上り坂だけにめっちゃ弱かった。こちらね、あの動画内でも紹介してるけども、小さい人一人が、汗人一人が通れるぐらいの扉の中にも叩き込むことができて、でも攻撃判定はめっちゃ広いっていう代物なんで、これワンチャン打ち上げられるのは強力ですね。できたよ、火の雨。威力を情報修正。敵に攻撃がヒットする間隔を短縮。使ってみるまでノーコメント。ルガリアの方向。威力と敵の体勢の崩しやすさを情報修正。もうルガリアの方向自体発生は早いからな。割と使いやすくなってんじゃないですか。あ、来たね。アンスバッハの狂人。最もイケメンの祈祷が威力のみ情報修正ということで、出血に関しては特にノータッチですね。そして、最もおしゃれな祈祷、腐敗の蝶。腐敗の状態以上の蓄積量を情報修正。ダメージが連続発生する間隔を短縮。攻撃範囲を情報修正。めっぽう強くなって、ここまで強くなると逆にまれにあの花が立つ瀬がないのではって思いましたがね。さあ、位牌です。全般的に体勢の崩されにくさと、ものによっては HP が上がっているというものになりますね。で、基本的に伝説位牌以外は、あ、いや、バラバラだね。戦高だと HP、物理攻撃力、炎攻撃力の情報修正となって HP が上がっています。ビッグホヤも HP が上がっています。で、クララちゃんは HP と物理攻撃力と毒の状態以上の蓄積量も上がっています。で、クモサソリ、こいつ弱かったな。紹介してないけどな。敵に与える毒の状態以上の蓄積量、それから打撃、炎属性を除く攻撃に対するカット率。このカット率がね、使ってみないとわかりませんけども、強力になって、もし、まあ、なんていうの、一部の攻撃に関しては、めっぽう強いキャラとかになるのであれば、相当強力だけど、どうかな。指虫も、そうね。インプも、そうね。で、大口インプがまさかの強化。大丈夫か？大口インプ、こいつらと同列に並べてはいけないぐらい強いぞ。物理攻撃力、炎攻撃力を情報修正、体勢の崩されにくさを情報修正ということで、大口インプさんは普通にマレニアさんと戦うときに、下手な伝説位牌よりも強いのでね、どうですかね。まあ、威力が強化されたぐらいだったらいいか。あ、でも体勢の崩されにくさを情報修正はいいですね。大口インプ近接戦あまりに弱いから。近づかれるとね、すげえヘッポコな攻撃しかできないから。で、墓守町。HP、あ、魔法攻撃力、情報修正ですね。特攻野郎。まあ、体勢の崩されにくさとか関係あるんですかね。はい、弓兵、大盾兵、まあ、ほとんど全部来てますね。で、カイデンが HP、物理攻撃力アップ。で、カボチャの強兵なんかも、物理攻撃力等々が上がっています。やっぱ足りなかったのかな。火の総兵も火力アップ。ソレイの民、物理攻撃力アップ。まあ、ソレイの民は結構強力な射撃だからね。いいかもしれません。角の戦士。一つ攻撃を除く攻撃に対するカット率だってさ。これどれぐらいカット率上がるんだろうね。10%、20% 上がるだけで、元々の体力高いんで、簡単に言うと、HP も、例えば、10% 上がって、一つ攻撃以外の攻撃に対するカット率も 10% 上がると、トータルで HP が 20% 上がってるのと一緒なんだよね。なんで、そう考えると非常に強力ですね。はい、アズラの獣人、邪神。邪神は、もともと炎属性効かないからな。強力だぞ。あ、結晶人も強いぞ。あ、物理攻撃力上がってますね。結晶人も強いぞ。腐敗の眷属、血気の呪術師、来ましたね。出血の状態以上の蓄積量があまりにも低かったんだけど、血気の呪術師は使ってみるとわかるけど、あの、うまくボス等々を、汗人が前線で抑えてくれると、かなり自分にヘイトが、血気にヘイトが向きにくい、状態異常、いやね、出血の祈祷を唱え続けてくれるんで、なんかね、あれだよ、ずっとニーヒルされてる。敵が。うまく、引きつけ続けるとね。なんで、血気の呪術師はね、ワンチャン壊れますよ。で、奇跡魔術師、双剣魔術師、石門館もね、ペアでちょっとね、使いにくく弱かったんだけど、まあ、HP が上がりましたよと、ゴドリック、レアルカリア兵、ローデイル、ラダーン兵、聖獣兵、霊長兵、メスメル兵を強化するんですか？もう今でも最強って言われてるのに、HP、物理、攻撃力アップ、だって。で、嵐の高ディーネ、HP、物理、攻撃力情報修正と、味方に与える攻撃力を上昇させると。いうことで、この辺特殊能力がアップしてんのいいですね。で、オレグ、イングバル、
フロー。あ、物理攻撃に対するカット率情報修正だって。あ、これみんなそうか。フロー。HP が上がったんだね。で、黒騎士の副長、ヒュー。あーはーはーはー。まあ他とかは一緒ですね。アンドレス。あ、ガード強度を情報修正されてますね。あんまりガードしないって噂なんですけども、AI も変わっているでしょうか。それから、火の騎士、ヒルド。はいはい。首ライン。首ラインはなんかステータス強化なんだね。生命力と進行を情報修正って書いてある。夜の剣士、ヨラン、生命力と技量。ヨランとアンナ、生命力と技量。戦魔術師、遊具。うんうんうん。白金のラティナ。まあ、この辺はだいたい HP と火力と崩されにくさが修正されてるのはバンバン飛ばしております。トリシャ、カルマーン、ロロ、アーモン、ミラは HP アップ。で、アジンの剣士、ヨッシーも、まあ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 、そうだね。火力と HP だね。で、クリストフは、物理、雷、生属性の攻撃に対するダメージのカット率と情報修正だって。あ、雷、ん?雷攻撃力。あ、雷攻撃力も上がったってことか。プラス物理と雷と生属性の攻撃に対するダメージカット率アップか。クリストフ随分優遇されてますな。オーガ、ルーテル、フィンレイ、ティシーも崩されにくさを情報修正。で、新調の戦士オルニス。こちら HP と一通攻撃を除く物理攻撃に対するダメージのカット率を情報修正。ということで、こちらも強力になっていそうですね。で、フローサクスちゃん。神秘を情報修正。おー、すべての属性の攻撃に対するダメージのカット率を情報修正。で、戦技、祈祷の使用頻度を情報修正。特定の攻撃において攻撃を発動した際に生じる強靭度の発生速度及び持続時間を情報修正。めっちゃ強化されてる。でも、HP は上がってない。さあ、あとはサロリナ、壺男、ドローレス、ネフェリル、クソ食い、ヨルミコト剣士。まあ、この辺は順当な強化といった感じですね。はい。で、強化はここまでかな。で、仕様の改善と不具合の修正ということで、結構この辺も要望が入っております。これは知らなかったけどね、レイバ死亡中に、レイバの指笛を使用した際に表示される、まあ、ひしずくの聖杯瓶を使って、再度呼び出すかの選択肢を、OK、キャンセルの表記に変更だってさ、わかりにくかったってことが。で、特定のボス戦エリア内にある NPC の召喚際の配置を調整と。これはありましたね。特定のボス戦エリア内にある NPC の召喚際について、一度金の召喚際に触れるアクションを行うだけで NPC を召喚できる仕様に変更。ラダン仕様ってことかな?多分ね、ラダン祭り仕様ってことですかね。で、暗月の体験の一部攻撃力が低かったらしいので強化されたそうです。ウォーピックの物理攻撃属性の表記がとうとう治りました。それから、速走、早やりだね。の一部の攻撃において威力と敵にヒットした際のダメージモーション及び攻撃判定の発生タイミングが想定と異なる不具合。これ良くなったのか悪くなったのかわからないね。あとはまあ、なんか、知らない不具合がいっぱいありますね。超光瓶の、両刃のタリスマンの効果が発生しない不具合。左手に持っていた場合。一つ盾も一部攻撃の物理攻撃属性が想定と異なっていた。以下の武器種別において特定の手順で本来使用できない矢、タイヤ、ボルト、大ボルトを使用できる不具合の修正。まだあったんですね。おお、来ましたよ。防具。光の冠における祈祷ミキラの光の威力を高める効果が正しく適用されていない不具合の修正。果たして何倍なんでしょうか。一部の武器で戦技、獅子、申し斬りを使用した際に、想定より攻撃がヒットしにくかった。で、武器、ラーナの武闘剣の必要能力値を満たしていない場合でも、戦技、終わりなき舞を使用した際に FP を消費していた。まあでも、あとはそんなに大きいのはないかな。ああ、これだね。武器、夜の爪の戦技、三段投擲の物理攻撃属性が想定と異なる不具合の修正。あ?三段投擲の物理攻撃属性が想定と異なる不具合の修正。これはあれかい?攻撃属性が変わったことにより、ヘッドショット判定がなくなるから、ローリングカットも弱くなるのかな?でも投擲だからヘッドショットは残ってんのかな?わかりませんね。その他諸々は、そんなに大きな変更点はなさそうだ。お?
特定の条件下において空中で使用可能な一部の魔術祈祷後、空中で使用できない不具合の修正。これはもともとできたものができなかったのか、追加された魔術祈祷でできていたはずだけどもできなかったから、これから初めて空中使用が可能になったのか、この辺マジでね、その道のその筋のプロじゃないと分かんねえからな。はいはいはい。あ、火の雨が敵にヒットしない場合がある不具合。あの威力で、あの頻度でヒットしないとか、もう背景だろそんなの。まあ黄金の子の左手使用で遅くなっていたっていうのも治りましたね。あ、ありました、アンスバッハの狂人、出血の状態上蓄積する効果が適用されていない不具合の修正だって。あ、よかったね。じゃあアンスバッハめっちゃ強くなるやん。はい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 。あとはルガリアの方向を使用した際に発動が中断される。ああ、守り指の攻撃がヒットしない場合がある。お、うつしみの雫の霊体が一部の魔術祈祷や戦技を使用する際の挙動、ああ修正。そんな大げさなものもないな。うん、召喚中の協力者の人数が上限に達している場合、特定の手順でさらに NPC を召喚できる、そんな裏技があったんですね。はい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 。あ、まあ、あとは、特に、タコスケの耳に聞こえてくるような、不具合調整は、なさそうかな。うん。一部のエリアにおいてマルチプレイが可能なエリアの境界が想定と異なる不具合の修正だって。これチラッと見たな。変なとこ飛ばされちゃうよってやつね。うん、うん、うん、うん。あ、特定の状況下において敵が正常に動作しない不具合の修正は、これもろもろいろいろ、あれですね、なんか YouTube で裏技みたいなのと、見かけたんで治ってるかもしれませんね。はい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 。だいぶいい感じですね。あとはあの PC 版のみの修正ですね。アンチエリアーシングの品質が再起動するたびに意図せず高設定になる不具合の修正。割とタコスケこういうの飛ばしちゃうけど、割と困ってるのはここだったりするんだよね。あ、そしてありました、スタッフロールの修正がありましたよということで、あとパソコン版に関しては細かい点なので、各自チェックしていただきたしということで、すげえ読んだに30分近く読みましたね。あー来たね。あとはまた試してみて使ってみましょう。それでは、てゆっ。